はい、サイモン君です。本日はですね、ニコンの Z8 に4ニッパをつけてですね、カワセミを狙いに来ました。イエイっていうことでですね、僕ね、趣味で野鳥撮影もしてるんですよね。普段はお仕事はポートレートの撮影してるんですけれども、こうやってね、野鳥撮影めちゃめちゃ好きでですね、お休みの日とかね、結構遊びに来るんですけれども、今日はですね、カワセミ狙っていこうと思います。で、野鳥はね、本当は朝の方がですね、活発で撮りやすいんですけれども、今日はですね、カワセミお昼、今の時刻3時なんですけれども、撮れるかどうかというところで、まあね、今見渡す限り全然ね、鳥いなくて落ち込んでるんですけれども、ちょっとね、辛抱強く狙ってみようかなと思います。はいはい、今日はこんな感じでですね、間もなく発売のニコンの Z8 にですね、 400mm の F2.8 ですね、超望遠レンズですね、こいつをつけて狙っていくんですけれども、これね、内蔵テレコンついてるんですよね。なので、ここのレバーの方をね、ポンと上げるだけでね、もう内蔵テレコンなので焦点距離変えれます。これね、すんごい撮りやすいんですよ。今日はね、これで狙っていこうかなと思います。はい、なんですけれども、全然いないのよ。もうね、カワセミどころか、いつもいるね、サギ系もいないし、大丈夫かな今日。マジでね、暑いんで干からびそうです。はい、来てからね、もう30分ぐらい経ったんですけれども、鳥ね、一匹もいないですね。カワセミどころか鳥がいないです。で、いつもね、もういるアヒルちゃんかな?アヒルちゃんがずっといるんですよ、一緒。なので、もうちょっとね、何かしら撮りたいということで、アヒルだけ1枚撮っていこうと思います。あっちにいるんですよ。はい、あそこの方にね、遠くにいるんで、そいつをまず撮っていこうと思います。いや、これニコール Z400mm F2.8 マジで映りやばいな。ちょっと写真撮っていこうと思います。はい、せっかくなんで近くまで寄ってみました。ちょっとね、このニコール Z400mm F2.8 の解像感なんかを見てもらいましょうかね。はい、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃちょっと映り異次元ですね。やばいですね。あと1羽いたので、今度はですね、 400mm2.8 でテレコンね、内蔵テレコン入れないで切ってみようと思います。ボケ感とかも見てください。いかがだったでしょうか。めちゃめちゃやばいね。 400mm の F2.8 マジで異次元です。どうでしょうか。これね、めちゃめちゃ美しいですよね。いや、もうね、今日は野鳥撮影しに来てるんだけどね、鳥が全然いなくて、まあちょっとね、カメでも撮ってみようと思います。カメしかいませんね。いや、今のところね、アヒルとカメしか撮ってないんですけれども、解像感見たでしょうか。やばいね、これ。本当にね、カワセミ一目でいいからね、会えたら、一枚でも姿現してくれたらね、もう立ち止まってるシーンだけでもいいですから、撮って帰りたいなって思いますよね。はい、結構ね、もう歩き疲れて、今日ね、めちゃめちゃ暑いんですよ。めっちゃ日焼けしてきた。ちょっとね、辛抱強くもう少し粘って探していきたいと思います。ちょっとね、場所移動して変えてみます。見てください、マングースいました。マングース見えました？ハブ対マングースって言って、あれハブより強いんですよ。やば、諦めて帰ろうとした瞬間見つけました。やば、止まってます。取れるかな。ちょっと狙ってみようと思います。はい、今ね、あそこにカワセミ止まってるの発見しました。枝のね、奥に止まってるので、ちょっとね、写真を数枚撮ってムービー回してみようかなと思います。結構ね、枝かぶってるから、結構一回ね、抜いてあげて撮らないといけない。わ、めちゃめちゃ可愛い。やばいやばい、ムービーも撮ってみようと思います。ムービーちょっとスローモーションの設定変えたいけど、時間ないからもうそのまま行きます。
カワセミね、いないと思ったんですけれども、姿現してくれました。はい、なんとかね、撮ることができました。めちゃめちゃ嬉しいです。お魚ね、食べてたんですけど、本当はね、ダイブして飛び込むシーンとか撮りたいんですけれども、ちょっと干潮気味で水位もね、低くてですね、魚があんまりいないのかですね、飛び込まないんですよね、カワセミも。なので、次からね、撮りに来るとき、その辺のね、水の水位だったりとか、まあ、カワセミの餌があるタイミングとか、そういうのもね、狙って、来れたらなとは思いますね。沖縄の場合、海とね、つながってる水路っぽいとこにいるのでですね、この自然の満ち引きがめっちゃ関係するんですよね。なんか都市公園みたいなところでね、取りやすいとことかあったらいいんですけど、沖縄なかなかもう自然のね、この海と川がつながってるような水路っぽいとこしかいなくてですね、結構野生で警戒心強いので、一瞬ね、出てきたと思ったら、こっちに気づいたら一瞬で逃げちゃうんですよね。まあそんなところで、もうちょっとね、粘ってみようかな。はい、やっとね会えたカワセミなんですけれども、やっぱね一瞬で飛んでっちゃいます。でめちゃめちゃ飛ぶの早くてですね、本当にシャッタースピードもですね上げとかないと、まあ写し取ることが難しいので、カワセミ撮るときは僕はですね4000分の1秒は担保して撮るようにしてます。で暗かった場合はですね、もう ISO を気にせず上げて、とにかくねもう止めるっていうのに集中して撮るんですけれども、今日はですね真っ昼間なのでシャッタースピード稼げてる方なので、まあね、もしダイブしてくれたら撮れそうなんですけれども、まあね、なかなか難しいですね。警戒心が強くてすぐいなくなっちゃうんですよ。はい。でちなみにですね、僕が使っている一脚なんですけれども、種類のね一脚っていうのを使ってます。ツイッターで素敵なカワセミ写真撮ってるね坪屋さんが教えてくれてですね、種類のね一脚使ってますね。これ結構めちゃめちゃ使いやすいです。こんな感じでやっぱりね、こうやって出てくるまでねずっと手で持ってると疲れちゃうんですけれども、こういうね一脚があると便利だし、こんな感じで角度とかね方向も簡単に変えれるので、結構負担軽減してくれます。メジロが現れました。毛づくろいしてますね。かわいい。わかりますかね、もう葉っぱの奥のね、もう枝の奥にいるんで、これねめちゃめちゃもうちょっと取りづらいんですけど、こんな感じでですね、野鳥撮影ってね結構難しいです。思ったように出てきてくれなかったりとかするんですけど、これねよくあるシチュエーションです。ちょっとね待ちたいと思います。いや、木のね枝の中にいるんですけれどもね、やっぱね葉っぱとか枝がかぶってね、なかなかこういうシチュエーションむずいです。なんかね一瞬で飛び去って、しかも消えていきました。本当に警戒心強い。ちょっとこっちに気づくとね一瞬で飛んでっちゃう。でめちゃめちゃスピード速いから、せっかく会えてもね秒でいなくなっちゃいます。これがねまあちょっと野鳥撮影の難しいとこなんですけれども、まあ撮れた時嬉しいよね。